NWO 大阪上陸、 NWO スピン6入場。ここで止められるのか、安田飯塚。この試合、シーズンドースター NWO 開幕ランチ46分1番勝負。青コーナー、NWO 190kg、この2人が登場してまいりました。NWO スティング、楽器は、そして、6。赤コーナー、新日本プロレス、約93cm。それを迎え撃ちます、新日成金。安田かな安田忠雄、飯塚隆、技の切れ味は抜群です、飯塚隆。さあ、NWO スティングとその6を相手に、安田と飯塚がどのような戦いを見せるんでありましょうか。ストロングスタイルエボリューション in 大阪ドーム。この大阪ドームにおけるプロレスこけら落としのこの一番。さあ、今ゴングが打ち鳴らされて、不気味なこの静寂の中で試合が始まろうとしています。まず NWO サイドは6が、そして新日サイドは飯塚が登場してまいりました。マサさん、はい、いよいよこの NWO がですね、はい、この大阪ドーム登場、この後続々と出てくるわけですけれどもね、はい、まずこのタッグに登場してまいりました6と NWO スティング、はい、まあ、6はですね、かつてライトニングキッドという名前で、はい、この新日マット登場したわけなんですけれどもね、はい、やっぱかなり雰囲気変わりましたね。そうですね、マットとかちょっと風貌が変わりましたよね、体は大して変わってないんですけどね、レスリングは結構スピードがもともとありましたけど、はい、それにちょっと磨きがかかってきましたよね、早いですよ。はい、トップオブスーパージュニア4に参戦いたしました。その時にはライトニングキッドというリングネーム。それでライトニングキッド1と3ですからね、6ですからね、だから6って読むんですよね。あ、なるほどね、1、2、3キッド全て足して6と。しかもキッドを取ったというのは、それやっぱりその辺のその脱皮と言いますかね。そうですね、もちろん NW が入って、はい、これだけ磨かれてね、もう自分はキッドじゃないと、はい、そうですね、そういう意味で、まあかっこよさのリボンですからね、さあその6、かつてはライトニングキッド、あるいは1、2、3キッドと言われていました。この6、身長は190センチ、まあ、いわゆるこうジュニアの中では非常に長身なんですが、体重は102キロという、ご覧のようなこうどちらかというとこうスリムな体なんですが、先ほどマさんがおっしゃったように、このスピードはやはりこのジュニアの中でも秀でたものがあります。しかしこの体は当たり負けしません、飯塚。あ、エルボーで迎え撃たれる。おっと、これはうまくかわしましたが、しかしマサさん、非常にこうトリッキーな動きを見せますね。ええ、だって彼はミネアポリス出身ですからね、ははあ、結構、まあ、レスリング王国というか、レスリングがいっぱい住んでるところでね、はい、ええ、さあ、そして新日本がかかるこの巨人であります、193センチ、安田忠雄が登場。お、こちらの方も NWO スティングにスイッチいたしました。柴田さん、この NWO スティングの登場の仕方というのも非常に向こうでもセンセーショナルで。そうですね、本物のスティングはね、はい、WCW 本体から NWO 入りかという揺れていた時にね、現れましてですね、早速やってますけれども、本当にスティ
ティングのそのままコピーして色を黒くしちゃったというそんな感じですよね。そうですね、体もあの分厚いですからね、本家のスティングよりも迫力あるかもしれませんね、一応ですね、あの手元の資料では身長は192センチ、まあ、身長に関してはスティングとあまり変わらないんですけども、体重125キロということで若干本家よりもですねやっぱりありそうですね、あの厚みがありますよね、体にね。しかもあのコスチュームですね、黒いタイツの右もものところ、あのスティングがやはり自分のタイツにこの刺繍といいますかね、施しておりますのサソリをそのまま使っています。さあこのスティング NWO スティングですが、しかしさすがのこの NWO スティングも安田のパワーの前には一歩引き気味が、あーっとうまいコンビネーションを見せています。あのキックですか、高いですよね、さあそしてすぐさま、それでこのなんていうんですかね、このこまめにパッとタイミングね、入ってくるタイミングね、このセクシーにうまいですよね、やっぱりね。さあカバーに入った NWO スティング、今度はサイドからスーペクスを落としていきます。おそのままカバーに入ったがカウント1つ安田忠雄。しかし松田さん、この安田もですね、先ほど行われました九州シリーズで5番勝負を戦い抜きました、やはりあのシングルのしかもかなりこう上位の選手との戦いの中でいろいろなものを得てきたと思うんですけれどもね、そうですね、まあ障害は別としてね、あ中身ですよね、彼の場合はね、中身もものすごく良かったですからね、それにもう体も人一倍も大きいし、またこれ胸とか肩の筋肉もずっと大きくなってきましたからね、あとはもう自信だけなんですよね、プロに対してね、それもだんだん上がってきましたからね、もう体はこれからもう上の方に行くんじゃないですか。あの体重だけ見ましてもね、今までは一番重かったその橋本を上回りまして、現在新日ナンバーワンの140キロなんですよね。ああそうですか、すごいですね、この身長に140キロとかね、大きな武器ですよ、おー軽々とこの6を吹き飛ばしました安田。しかもこの体重を支えるだけの下半身ができてきましたよね。そうですね、もともと下半身はね、鍛えてますからね、ただ彼に必要なのはスピードなんですよね、ただそれだけなんですよね。なるほど、さあ今度は赤コーナーまた飯塚にスイッチいたしました。おおかなりパワフルなこの NWO スティング。しかしマサさん、この NWO スティング、この顔面のペイントで正体というのは不明なんですけれども、これ突如出てきてこんな実力があるわけはなくてですね、何かしらの過去を持っているとは当然思うんですけれどもね。それ言っちゃうとまたね、夢がなくなっちゃうんでね、じゃあ実力はね確かに持ってますよ、一番最初来た時はすぐ分かりましたよね、しかし NWO っていうのはいろいろなところからまた掘り出してくるもんですね。まあ掘り出してくるかスカウトね、全世界の、NWO の選手、いい選手をね、スカウトしてますよね、まあ、ご存知のように長野正弘も NWO との正式契約を交わしたという発表もありました。千葉さん、あの報道はですね、我々にとっては非常に衝撃的だったんですけどね。そうですね、それでもいろんなさまざまな問題もクリアされてですね、向こうでもテレビにもどんどん出れるということですよね、もう WCW マットを主戦場にしてですね、アメリカをメインのテリトリーにしようと。あ、代わり入ってカウント2、今日の世界戦略がね、物見事にはまりましたよね、まあ、そして今回その NWO 軍が退去して押し寄せてきましたが、もう本当にその水崎案内人というかパイロットとしてですね、今回は NWO の完全な一員として来てるわけですよね。そうですね、NWO の T シャツがね、あれだけ似合うのもね、今日の本当にもう元々そういうやっぱり男だったんですね、本当にも完全に NWO のレスラーとして今回は参加しております長野正弘ですが、今回来日しましたその NWO 軍団のその先兵役、まずこのタッグマッチであります、シックスとそして NWO スティング対安田忠雄飯塚隆のこの試合、軽量のそのシックスに対して攻撃を畳みかけていきます飯塚。
しかし、マサさん、この飯塚もですね、はい、山崎と組んで、あの IWGP のタッグのベルトを取って以来、はい、ちょっとですね、活躍の場が今失われている状況だと思うんですが、まあね、それはね、今ないですけど、まあリングの上はね、はい、一生懸命やればね、チャンスだっていくらでも転がってこんできますからね。そうですよね。与えられた、まあ、レスリングやることをね、やっておいた方がいいですよね、はい。やっぱりいい加減だと、もうチャンスつきませんからね。それで、はい、飯塚真面目だしね、あまり物は下がりませんけど、もう一生懸命やりますからね、はい。まあ、特にこの NWO 軍が来襲してくるにあたって、まず今回その対 NWO に抜擢されたということですね。やっぱりこの辺のチャンスを生かしてまたステップアップというのは、飯塚にとっては非常にいい時期だと思うんですよね。そうですよね、やっぱりこういう選手にね、打ち当たってくる選手って新日本には飯塚しかいませんからね。さあ、その飯塚とそしてタッグを組んだ安田、この安田にしましても、もうサイズ的にとにかく外国人選手と真っ向から渡り合える貴重な存在です。 NWO は本当に大きいですよね。 NWO スティングも大きいですけど、はい、安田選手はね、山本に立たないと厳しいですよね。そうですよね。まあ、日本でもおなじみのですね、スコット・ノートンが NWO 軍の中に入りますと、身長だけでいけば小柄な部類になっちゃいますからね。長野がね、みんなと記念写真撮ってましたけども、小柄に見えましたからね。そうなんですよね。さあ、この安田の頑張りがこれからのまた対 NWO の大きなポイントになります。さあ、その安田、さあ、ダブルアームのスーペックス、距離も出ました。カバーに入った、あ、カウント2で返す。やっぱりマサさん、まあ、6といえどもですね、まあ、クルーザー級、日本でいうジュニアヘビーの選手ですからね、はい、安田とのこの顔合わせというのはちょっときついでしょうね。そうですね。でもアメリカでは、ね、6なんかやっぱり大きい相手と戦ってますからね。まあ、クリス・ベロイね、はい、彼もそうですし、100キロないみたいな、120キロ、30キロ相手と戦ってますから、はい。さあ、この NWO スティングのアシストに対して安田が今度はリーチにスイッチいたしました。さあ、裏投げ、そのまま片指固めはまた NWO スティングの登場です。さあ、ここに安田が行く、不意を突かれました。さあ、ここでフィニッシュに持っていくのか、安田ハイキック、叩きつけられました。シックス、今のすごいですね、しかも飯塚の肩越しですからね。さあ、さらにもう一度裏投げ、今度はどうだ、しかしまたここで NWO スティング、あ、ここはまたおとなしく戻っていきますが、あ、行こうと、フライングニールキック、しかし6の方もやはりこうやられすぎたんでしょう。ようやく NWO スティングにスイッチいたしました。さあ、今度はパワーに物を言わせての NWO スティング、おっと、フロントから、うわー、そのままスープレックス、カウント2つ。いや、マサさん、今完全に勢いが止まった後からもう腕力だけでフロントスープレックス持ってきましたね。うわー、そしてダイビングラリアット、さあ、カバーに入る飯塚、どうだ。やっぱりスティングですね、メダルのスティングね、はい、力強いですよね。かなりのパワーですね。で、体型的にいいレスだと、いい体しますよね。さあ、そしてサソリ固めスコーピオンデスロック、しかしこれは安田のぶちかまし。なんか本物のスイングと比べるとまだ荒削りですけど、そうですね、パワーでは待ってますからね、これがどんどん上手くなってきたらすごい存在になります。わー、シックスもまた空中戦です。さあ、おっと、今度は逆に飯塚がバックを取るが、おー、NWOスティングがラリアット、さあ、安田が戻っ